2007年2004年、ケネス・ローレン、ケン・バーンズは、アメリカ人映画監督、制作者。記録映像や写真を使ったドキュメンタリー映画で知られ、代表作は、南北戦争、野球、ジャズ、戦争、アメリカの最高のアイデア、国立公演、禁止法と、セントラルパーク5。アカデミー賞2回入選、エミー賞1回受賞。ブルックリン生まれ。バイオ技術者。 ライラ・スミス・タッパーとコロンビア大学大学院文化、人類学専攻ロバート・カイル・バーンズの息子である。ケン・バーンズの弟はドキュメンタリー映画作家であるリック・バーンズである。この学術家族は頻繁に引っ越したが、彼の二人の親友は彼の側を離れたことがない。親友メラニー・ノーランとジョシ・フォークナーは成功への彼の長い道に沿ってバーンズを支持した。住んだのは サンベラン、ニューアークなど。彼の父はアナーバーのミシガン大学で教えた。母が乳がんを患ったのはバーンズ3歳の時で死んだのは11歳の時だった。その時心理学者の義父が君の仕事は亡くなってしまった人たちを蘇らせることだよと言い、それが後の仕事に導いた。子供の頃は読書家で自分の家族の歴史に没頭し小説よりも 歴史を好んだのだ。17歳の誕生日に8ミリフィルムのためのムービーカメラをもらい、彼はアナーバーの工場についてのドキュメンタリーを撮影した。パイオニア高校を1971年に卒業。ハンプシャー大学入学。彼は授業料を支払うためにレコード店で働いていた。写真家ジェロームリー・プリングやエレイン・メイズなどに指示。 バーンズは1975年に学士号とデザインの学位を取得。22歳で卒業時に大学の友人二人とフィレンツェフィルムを設立。撮影監督として BBC、イタリアのテレビで働き、1977年にいくつかのドキュメンタリー短編映画を完成し、デビッド・マッカローの本、グレート・ブリッジ・ブルックリン橋の建設の映画化を始めた。 写真を流れるように切り替え、書物からの引用のナレーションでイメージを統合する、ドキュメンタリー映画の独自スタイルを開発し、長編ドキュメンタリー、ブルックリン橋を完成、アカデミー賞の最優秀ドキュメンタリー賞入選、PBS で放送された。自作、シェイカー教徒、では、労働に、心は神にの後取ったのが、再びオスカーに、ノミネートされた、自由の女神像なのだ。 テレビドキュメンタリーで、などのテーマを扱った。1982年、バーンズは、エイミー・ステクラーと結婚し、二人の娘、サラとリリーを成した。それぞれ、1983年と1987年、ゴロに生まれた。結婚は、離婚に終わった。ボルポールの彼の第二の妻、ジュリー・デボラ・ブラウンと、2003年10月18日に、結婚した。 民主党を支持し、政治献金はほぼ4万ドル。2008年民主党全国委員会、エドワード・ケネディの2008年8月の民主党全国スピーチ大会を取った。2009年8月ケネディが死亡し、バーンズは追悼ビデオを制作。バラク・オバマが2007年12月に米国の大統領になると、バーンズはオバマをエイブラハム・リンカーンと比較した。 南北戦争は40以上の主要な映画やテレビ番組の賞を受賞している。2010年、ハンプシャー大学で映画、写真を教える。2004年にはジェファーソン賞を受賞。2013年にジョン・スタインベック賞を受賞。バーンズは音楽のライトモチーフやメロディーを使う。例えば、内戦では全体に作曲家 J、アンガーの独特なバイオリンの旋律が鳴っている。 ある批評価は最も記憶に残ることの一つは南北戦争の偉大な闘争のすべての情念をメロディーが総括していることやと指摘している。バーンズは多くの場合、ゆっくりと関心の対象にズームインし、パンニングにより撮影し、生命を与える。例えば野球チームの写真に徐々に選手たちの顔をパンしていく。多くの家庭のソフトウェアアプリケーションで可能な。 この技術は、ケン・バーンズ効果と呼ばれ、アップルのイフォート、イムビ、フィナール、カットプロ X などで使用できる。美術館の回顧展では、文字通り何十年も古い技術に頼って全く新しいスタイルを作り、熱狂的なペースでシリーズもののドキュメンタリーを制作したと説明された。2011年のインタビューで、バーンズは映画監督、エロール・モリスを称賛し、 影響を受けたと発言している。ありがとうございます。